今週も豊見城市マダン橋の物件をご紹介します。早速物件をご紹介したいと思います。株式会社リュービ不動産の島袋さんです。はい、三方角地で駐車スペース4台、明るく開放的なお部屋と様々な設備が標準装備された住み心地のいい戸建て住宅を紹介します。豊見城市マダン橋、吹き抜けで明るく広い玄関、21畳あるリビングダイニングなど開放的なこちらの物件、住宅性能評価付きで、しかも認定低炭素住宅なので税制優遇などのメリットもあります。今回はどんなグーポイントがあるんでしょう。早速ですが、島袋さん、おすすめのグーポイントを教えてください。はい、こちらの小上がりの和室はテレワークに最適、カウンターの下は掘りごたつになっていて、しかも吹き抜けなので自然光が入って明るくグーなんです。子供寝かしつけたり洗濯物たたんだり、キッチンも近いし、何かと使い勝手が良さそうですね。ハッとしてグー。さあ続いては、はい、天井をご覧ください。はい、おー、シーリングファンは高級感があり、空気の循環もしてくれるのがグーなんです。うん、ファンのおかげで空調もね、効きも良くなって、はい、隅々まで快適でいいですね。ハッとしてグー。さあ2階にやってきました。はい、こちらのスペースが何だか分かりますか？ダンス練習場それよりこれなんですか？実は室内用物干しとなってますので、雨の日でも安心して洗濯ができるのがグーなんです。ここで全部、そしてここで作業もできるわけでしょ。はい、便利な場所だよ。ハッとしてグー。もこさん、こちらの物件いかがでしたか？はい、今これ電気ついてないですけど、とっても明るいですし、自然の風と明かりを取り入れて快適に暮らせるお家だなと思いました。グーホームのウェブサイトにあるパノラマ物件特集は、 VR ゴーグルを使うと実際に内覧した気分が味わえます。対象物件がある不動産店舗でぜひお試しください。この物件グーポッチャレ。この番組はグーホームプロトソリューションの提供でお送りしました。来月もお楽しみに。ブンブン。